今日はセカンドハウス和楽をご紹介します。スタジオにはセカンドハウス和楽の中にある居宅介護支援事業所和楽管理者の岡田成美さんと、セカンドハウス和楽の中にあるサービス付き高齢者住宅和楽管理者の皿貝道博さんにお越しいただいています。こんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今日はちょっと緊張されてますか？緊張してます。まずはセカンドハウス和楽なんですが、名前に由来があるということなんですが、はい、どのような、はい、まず和楽っていう字は平和の和に楽しいと書いて和楽っていうんですけど、はい、和楽の和にはやっぱり和やかとか和らぎっていう、まあ、意味とかがあると思うんですけど、お互いに相手を大切にして協力し合う関係っていう意味があるんですね。で、あと和楽っていうのは利用者さんの気持ちを大切に思いやって、みんなで協力和やかに楽しく過ごしていきたいって思う、やっぱりうちの社長がそういう思いで つけた名前です。はい、いろんなね、皆さんで協力し合って楽しく過ごすっていうのが一番いいですよね。そうですね。はい、ではどんなセカンドハウス和楽とはどんな施設なんでしょうか？介護事業所和楽ってありまして、はい、このセカンドハウスっていうのは4つ目の施設になるんですね。で、まず10年前に新一町トレにグループホームとデイサービスで、4年前に駅屋町に小規模多機能型居宅と、高齢者専用賃貸住宅、そしてこの6月にこのセカンドハウス和楽ができました。はい、でセカンドハウス和楽っていうのは、木造2階建て で、はい、で屋上に畑があったりとか、あとは屋上の半分ぐらい、大きさで言ったら小学校の25メートルプールぐらい の芝生が浮いてあるんです。はい、そのぐらいの大きさに、はいはい、芝生が浮いてあるんで、なんかそのちょっとしたグランドゴルフじゃないですけど、そんなものができるようなスペースっていうのが設けてありますので、おいおいには中の地域の人にも開放したいなっていうふうには思っているんですけど、はい、でそのセカンドハウス和楽の建物の中にサービス付き高齢者住宅と小規模多機能型居宅と、そして、居宅介護支援事業所の3つの事業所が入ってます。屋上にそんな素敵なものがあるなんてすごいですね。そうなんです。だから見学にね来られた方なんかは、はい、もう本当見ていただくんですけど、本当もうすごいっていう感じで、もうすごい景色もいいですし、はい、もうここで本当畑を作ってちょっとした遊びがそこの芝生の上でできたらいいよねっていう形で、はい、皆さんにも言っていただいてます。そうですね、畑で自分で作ってその後にできたものをみんなで食べるのっていいですよね。いいですね。はい、はい、それでは見学に来られる方も多いとは思うんですが、今年6月にオープンして皆さんどうですか、ご利用者は？そんな感じですか。あ、はい、見学等で来ていただいた時にはお部屋が大きくて落ち着くっていうふうに言われたり、先ほどお話しさせていただいたような屋上に、人工芝になるんですけどあったり、畑があるのでそちらの方がいいですねっていうふうなお声はいただいています。はい、屋上に芝生があるということは皆さんで何かをすることもあるんですかね？そうですね、今のところまだこれっていう大きなものはしてないんですけど、それこそバーベキューをしたりとか、いいですね。この夏には府中で花火大会があったんですけど、はい、それも屋上から見えたんですよ。すごいですね、府中の花火が、はい、見えたんです。はい、ご利用者さんは本当に夜こう上に上がって花火が見えると感激ですよね。そうですね、そこの、ね、近くに行かなくても屋上から見えるっていうのがすごい、はい、お部屋の中でだけではなくて、そういうふうな開放された空間がある施設っていうのは本当に狭い場所だけでいるよりは本当に皆さん
気持ちが違いますよね。そうですね、本当なんかいい顔されてますね。はい、それでは先ほどから何か所か場所は言っていただいているんですが、セカンドハウス和楽の場所をもう一度詳しく教えていただいてもよろしいですか。はい、ですね、福塩線電車で来られる方は上戸出駅から芦田川の方に向かって徒歩15分ぐらい、はい、でお車の場合でしたら芦名消防署 のところに信号がありますので、そこを土手に向かって入っていただいて、であと右に入ってもらったところに、はい、あります。はい、詳しいお問い合わせ先の電話番号をお願いします。はい、0847-54-2277 です。0847-54-2277 0847-54-2277 までお願いします。こちらは岡田さんと、はい、サラダイさんに、はい、そうですね、はい、あと小規模の方で管理者をしているし、はい、やって女の子がいるんで、その3人に前の言っていただければ、はい、いろいろご説明とか本当いろんなプランとかの考えさせていただいてっていう形を、はい、考えてます。はい、皆さんこちらに連絡していただいて、お気軽にご相談と見学もいつでも大丈夫ですか。はい、見学もしてみてください。今後のイベントの企画などはあるんでしょうか。はい、はい、うちのセカンドハウス和楽が来年で1周年迎えますので、はい、隣接の方にもグループホームという施設もあるんですが、そちらの方が10周年を迎えます。はい、で駅屋の方にももう一つ施設があるんですけども、そちらが5周年ということで、来年の春あたりにちょっと地域の方を含め記念祭を行う予定になっております。はい、はい、いろんな、ね、行事がこれから先地域の方ともたくさんできてくると思うんですが、皆さんね、見学の方もね、屋上をしっかり見てもらって、ね、はい、はいはい、どのような施設か実際に見ていただくといいですね。はい、はい、今日はセカンドハウス和楽をご紹介しました。スタジオにはセカンドハウス和楽の中にある居宅介護支援事業所和楽との管理者岡田成美さんと、セカンドハウス和楽の中にあるサービス付き高齢者住宅和楽管理者サラダイ道博さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。